千人でしょうか。よかった、私は神帝と申します。仙人様たち、どうか恋愛運と金運と出世運をお恵みください。お願いします。仙人を訪ねてきたやつか。うん、妖魔退治は得意でも変な人間の退治はな。私も仙人です。修行中の仙人ではありますが。よかった、無駄足にならずに済んだ。まだ半人前みたいですが、うん、問題ないでしょう。では何を恵んでくれますでしょうか。なかなか失礼なやつだぞ。そこの尋ね人よ、楽な道を探すのはよくありません。仙人も無償で全ての訪問者を助けているわけではありません。無償？つまり仙人の恵みには金が必要ってことですか。そういうわけではありません。ただ何事もそれ相応の努力と真面目な生き方が大切だと伝えたかったのです。何もせずに全てを手に入れるのは他人に不公平です。ええ、分かっておりますとも。その話は父さんから何度も聞かされてますから。それはあなたの父もその苦労と幸せを過ごしてきたからでしょう。あなたの年なら実体のつかめないものに希望を託すのではなく、仕事と家庭に集中するべきです。あなた本当に仙人ですか。考えも話し方も俺の住んでいるところの人たちとそっくりだ。仙人のふりをして金を騙し取ろうとしてるんじゃないだろうな。あ、なんだ、突然怒り出して。お前も仙人を訪ねてきたんじゃないのか。言われてみれば確かに関羽を訪ねてきたから、そうとも言えるな。もういい、本物でも偽物でもどちらにしろ意味がないなら山を降りる。カン、お前みたいなやつさっさとどっか行け。はあ、カン、あんな失礼なやつは気にしなくていいんだぞ。あ、いえ、彼の態度ではなく、ただ彼の話は確かに一理あると感じたのです。私は絶運の間に戻り、精一杯修行に励めば仙人に戻れると思っていました。さっき彼に質問されても、私は、でも林栄光はもう私を歓迎していません。仙人、そうだぞ、こいつの言うことを信じろ。はあ、わかりました。リーユエコーに戻ってみます。ただ私はまだ自分の考えを変えるつもりはありません。もし私の判断に間違いがないと証明されれば、再び絶運の間に帰ります。やっと一歩進んだぞ。じゃあ戻るか。私はここまで来たんだ。まさか帰るなんて言わないよな。
そうですね。それではお二人にあまりにも失礼ですし。ひひ、カンはどこか行きたいとこあるか？ずっと山を眺めていたので、まずは海が見たいですね。高校周辺に向かいましょう。任せろ。見慣れた高校、そして波の音、懐かしい海風の匂い。そんなに長い間離れてたわけじゃないのに、大げさだな。仕事が忙しすぎて、長らくこの辺りには来ることができていなかったのです。確かに、いつも残業してたみたいだしな。ええ、ここにいた時のことを思い返すと、いつも一人で机と向き合い、書類の処理をしていました。絶運の間の修行と似たようなものです。もしや、カンウお姉さま？まさかこんなところでお会いできるとは。いつも忙しそうにしているのに。このじいさん、カンウお姉さまって。悪乗りしないでください。紹介がまだでした。こちらは天王寺。身分は問題ない。教えてやってください。リーウェの恩人だからな。正式に挨拶をせねば。天王寺はリーウェ七世の天数です。なんだって？このじいさんが七世の一人？教皇と同じ？しー、身分についてはどうか内密に。この高校で釣りや散歩するのがわしの最大の楽しみだ。その時、槍を持った兵士に後ろからついてきてほしくない。ほとんどの人はわしを物忘れのひどい口うるさい老人だと思っている。ご謙遜を。天王寺はお年を召されていますが、人望が厚く代わりになる者がいないほどです。ハッハッハッハ。カンお姉様にそう言ってもらえると、ここ数十年の頑張りも無駄じゃなかったようだ。天王寺、あなたの今の立場では私のことをカンお姉様と呼ばない方が。おお、すまん。
年少からの癖が抜けてなくてな。わしが七星になったばかりの頃、あなたには世話になった。なるほど、数十年来の知り合いってやつか。そんな、七星の秘書として当然のことをしたまでです。秘書といえば、はあ、どう話せばいいか。カンお姉様、わしの娘のケイシンを知っておるな。あやつが最近何か困っているようなんだ。はい、月海亭のケイシンは私の後輩です。何か手伝えることはありますか？いや、詳しいことはわしも知らぬのだ。どうやらわしに手出ししてほしくないようでな。月海亭に行って様子を見てきてくれませんか？喜んで。七星の悩みを解決することが私の仕事ですから。いつの間にかキャラが戻ってるな。それじゃ月海亭に出発だ。分かったわ。風に乗って飛ぶぞ。カウン先輩、お久しぶりです。どんなに忙しい時でもカウン先輩を見るとなぜか安心します。お久しぶりです、ケイシン。でもそれは言い過ぎですよ。あなたが困っていると聞いたので何か手伝えることはないかと思い来ました。父上が先輩にお願いしたんですね。また七星の身分を利用して先輩の手を煩わせるなんて。気にしないでください。月海亭の後輩が困っているのなら喜んで助けます。カウンは優秀な秘書だけじゃなく優秀な先輩でもあるんだな。何があったのか教えてくれますか？はい、その納税に関する書類を整理していたら怪しい部分を見つけたんです。英発商店と万有商法、この2件の納税状況が明らかにおかしいのに、聴取したり帳簿を詳しく調べたりしても問題が見つけられないのです。証拠がなければ強行手段には出られません。なるほど、よくあることです。商人はいつもお金に目がくらむものですから。つまり先輩には解決策があるということですか？